はい、皆さんこんにちは。浅場亀仙流チャンネルの浅場です。今回も、静岡ホビーショー2024にやってきました。で今回もですね、僕一人だとなかなかこう心もとないということで、お手伝いとして僕のお友達アンナさんに来ていただきました。今年もよろしくお願いします。はい、今年は、何かこれが楽しみだみたいな中でありますか？まあ、情報がちょっと漏れちゃってるものですね。おおむね見たいものは実物ね、眺めたりしたいと思います。ではこれからですね、まあもうすでに並んでるみたいなので早速行ってみたいと思います。入り口こっちみたいなので。はい、どうぞ。はい、あ、これ見せた方がいいですね。はい、すいません。じゃあ早速見ていっちゃいましょうか。あれね、おはようございます。本日は静岡ホビーショーにご来場いただきまして、本当にありがとうございます。ミニッツコーナーどこですか？最初こっち来ちゃいましたね、つい。はい、あったハイエース。あ、なるほど、こういう感じなんですね。ナンバーも60になってますね。60っていう方なんですか、これ？多分、あまり自信ないです。すごい。僕だと、なんかハイエース、これ型って同じかどうか分かんないですけど、あの僕本職が郵便関係をしているもので、赤く塗って郵便車にしたいななんてちょっと思っちゃったり思わなかったり。郵便車のハイエースってあるんですか？前はハイエースだったんですよ。で、教習からハイエースのミニカーも、しかもうちの会社の名前が入ったミニカー出てるんですよ。持ってるんですけど。でしかも、今あの協力会社、昔はあのなんだろう、郵便局が認めたところでしかこうできなかった、要はファミリー企業みたいな感じだったんですけど、今規制緩和されて、あの違う会社もどんどん入ってきてるんですけど、そういうところはなんかいろいろ規制緩和されて、もう昔は赤い車じゃなきゃダメだったのが、今白い車でも郵便車ってあるんで、これに要はこうなんですかね、Tのマークを書いたのをペッと貼ればなんかしてますよ的な、現代の郵便車にもなるかなみたいなちょっと思っちゃったりみたいな。なるほど。いやでもこれ値段もちょっと大きいからどうかなと思って先聞かなかっただったんであれなんですけど、今までのシリーズと変わらないですね、値段もね。これホイールタイヤ、これ作ったんですよ。そうですね。これってどうなんですかね、ピッて取ったらミニッツの方に流用できるんですかね。いやできそうな気もする。なんかここが別体パーツになってるような気がしますね。タイヤはこれは新規ですか？新規っぽいですね。クラシックではないですね。クラシックじゃなさそうですよね、ナローの象形ですよね。そうですね、ナローの象形。なんかラジオパターンが本当に今の車っぽい、乗用車っぽい。今の普通のあのコンフォートタイヤですね、すごいこだわりが、強襲エクやばいですね。レーシングタイヤではないですね、コンフォートタイヤですね、これなんだろう、取り方によっては、なんだろう、ラジコンに見えないかもしれないですよね。そうですね、こだわりがすごすぎますね、これ。そうですね、さすが。あのちょっと僕素人なんで分かんないんですけど、これをベースにしてなんかこう墨入れとか、もうちょっとやったらもっとかっこよくなるもんなんですか？なるんじゃないですか。なるんじゃないですか。もうむしろ汚していくのもありだと思いますし、キャンプ仕様にカスタムするとか。これ後ろは触れないけど開くんですよね、これ。開くらしいですね、いやちょっと後々で担当者の方見つけて開けてもらいたいですね。そで、はい、であとこれがそしたらちょっとホイールベースが知りたいもので、裏返してもらっても大丈夫ですか？ファーストミニッツって、昔のやつと違って一番短いところはこれ見ると分かるんですけど M なんですよ、で、今一番外側の一番長いところについてるんで、これ LL っていうことになるのかなと。かな、そうですね。でもここ2個後ろに下がってるから LL LL ですよね、なのでちょっと予想では L か M かなと思ってて、ハイエースだからホイールベース短いって言ってたのが意外と長いんだなっていうところと、あとここの造形がなんか、これが太鼓がついてるいいですね。結構マフラーってバキバキ折れがちなんですけど、これ絶対折れないですもんね。すごい、ドアノブとかメッキパーツだ。あ、これメッキパーツなんですか、これ、すごい、すごいですね。ミラーってこれは柔らかくなってるんですか？硬いですか？ああ、それはしょうがないですね。メッキはね、しょうがないですね。ミラー中ですね。で、タイヤがこれは新設計ですよね、これって。
いや、強小 X さんやっぱやばいっすね最近は。オフセットは前後ともに2ぐらい1.5 か2か、まあ、ゼロじゃないってことだけは確認できたので、で、ちなみに開発中だとやっぱ後ろ開けたところは見せられないんですか。大丈夫ですか。あ、本当ですか。なんと今回後ろ開くんですよこれで、まあ、中はまだ開発中ということでもっと良くなるそうなんですが、この上の部分の付け根のところやっぱ気になるところだったんですけど、めっちゃ頑丈ですね、頑丈ですね、びっくりしました頑丈にできてる。やっぱり遠いってことで壊れないってことが、走行性能よりも当たってもなんか大丈夫そうなことになってるということで、これはなかなか貴重映像かなということです。ちなみに発売時期どれぐらいなのかはまだ、あ、6月は結構すぐなんですね。あ、もう来月だ。すごい、これかなり本当に期待されてると思うので、はい、やっぱハイエースファン多いし、実車でハイエース乗ってる人もいっぱいいるの で、うん、であと僕さっきもちょっと話してたんですけど、仕事でハイエース郵便車昔乗ってたので、これ見てるとなんかそれすごい思い出しちゃう感じがありますよね。なるほどなるほど、ありがとうございます。という感じのファーストミニッツのハイエースでした。やっぱり、今まで見慣れてるやつとはちょっとフォルム違いますね、やっぱり。なんかちょっと丸い感じで、まあ、あのボディももう20年ぐらい経つんですか。経ちますね、まだ01の時代のやつなので。で、例の渡辺ホイールでレビン、どうなんだろう、あの実車のレビンって、どっちの方が本物により近いんですか。縦横比っていうか、いどうなんでしょう、どうなんでしょう。ただこの当時の車のその窓がちょっと、まあルーフがちょっと高くて、その横から見た時窓のでかさみたいなのは、あれこんなでかかったってあんまりしっかり覚えてないな、橋本。僕あんまり実車を街中よく走ってるのは見るんですけども、そこまでやっぱあっちに見慣れちゃってるので、なんかあれが基準になっちゃってるので、こう向こうの方がどっちかというとこう横広くて、こうオーバーなんていうかな、大きいラジコンで言ったらトエルブみたいなイメージがすごくあるので、なんかすごいコーナリングマシンみたいなイメージがあって、こっちの方はもうちょっとこう長い感じがあるので、でなんかイニシャル D とか見てると、なんかこうこうコーナーが強いみたい なんかそういうイメージがあるので、なんかこうロングホイールベースになって幅が狭いっていうと直進安定が良くなるので、ね、ホイールのなんか、まあでも今までのミニ、昔のミニッツってあのホイールベースってちゃんと 27.52 で割るとだいたい近いホイールベースに合ってたんですよ。で最近ちょっとあのスープラとかあのホイールベース長めに作られたりだとかして、で今回もこの流れだと思うんですけど、でもこれはこれで全然違和感なくできてる感じじゃないですかね。まあ、86好き、まあ、レビンなりトレノラに好きな人いっぱいいるので、これが出てきてなんかその人たちの実車が好きな人の感想をすごい聞きたいなみたいな、っていうのと、あとは僕ら目線だと走るか走らないかなんですよね。でも軽そうですよね、めちゃめちゃ走りそうですよね。あとなんだろう、以前のあの記憶、まあ、以前の86の記憶と比べると、なんかちゃんと前なんかただミラーがボコって出てるだけだったとか、ちゃんとそのミラーもすごい細かく造形されてますね。そう、それでミラーの話になったんですけど、まあ、マスターズクラスっていうクラスになるじゃないですか、で、あの僕のなんだろう、旧車のイメージっていうと、僕の時代はもうドアミラーなんですよ、僕の前の世代はフェンダーミラーなのかなみたいなところがちょっとあって、だから今回マスターズクラスでもともとが8ハポスカと Z でフェンダーミラーだったので、今回テーザーの方で発売された、あの RX3、あれがこうここに来てくれたら世界観としてはメカドック世代になるのかなみたいな気がしたので、まあ、なぜここで、まあレビンになったのかっていうのは今日はどうやら清谷さんいるようですので、ちょっと後で聞きたいななんていうことをちょっと思いますね。はい、それではですね、表彰さんといえばこちらの 81GT バギーですね、インファーノシリーズ超有名なんですけど、すごい並んでいます。で、いろいろ並んでるんですけれども、ちょっと僕ですね、あのエンジンカーの方は残念ながらやったことがほとんどないので、あまりちょっとこうなんか
分かんないのに喋ってしまうと逆に、混乱させてしまうと思うので、まあ、こちらはこういうものがあるよということだけ見ていただきたいんですが、その中で一つだけこちらですね、ちょっと他のと違うものがあるんですけれども分かるでしょうか。要はここの部分ですね、はい、このエンジンがないんですよ、はい、これ何かというとですね、一応ちょっと許可をもらってちょっとボディ発送させてもらうことになっているんですが、ちょっと中を見てください。よいしょっと、はい、なんとこちら電動になっています。はい、ブラシレスモーターちょっと大きめのものがですねついているものになっているんですけれども、インファーの MP10E っていうんですかねになっていて、こちらの方、先ほど僕もこれ電動があるのは知ってたんですけども、これって2セルなんですか3セルなんですかっていうふうに質問で聞いたら、なんと2セルの日本仕様ということで、ここの部分とここの部分にストレートバッテリー、まあ、こちらですね、写真で見ると、まあ、僕らが強小カップで使っているようなストレートパックを 7.4 ボルトのリポバッテリーですね、2本こちらの方に振り分けの形で置いていただいて、まあ4セル仕様の 14.4 ではないんですけども、まあ、14.8 ではないんですけども、その、7.4 ボルトの、2本仕様ということで、ブラシレスモーターでものすごい速度で走れるということで、もう電池が入りたての、フレッシュな状態であればそれこそエンジンカーよりも速いぐらいの速度で走れるというもので、まあ、タイヤも大きいし、81の、走りとか見たことある人かと思うんですけど、これジャンプのところとかもふわって浮いて、やっぱり10秒が重い方がジャンプとかすごく安定するので、なんか海外ではもうこちらの方がかなりもうカテゴリーとしてかなり人気になっているということで、日本でもまあ走る場所があればまあすごく流行るんじゃないかなということで、まあ僕も知らなかったと思うんですけども、バッテリーこう2本乗せられるっていうことを知らない人も多かったんじゃないかと思って、今回ちょっと説明させてもらいました。もうオイルダンパーとかもものすごいごついですし、やっぱ81のバギー、エンジンカーで走っても壊れないような車になっているので、電動とかでも、もうジャンプとかしてももうかなり壊れづらい。他の車でいうと、マットワゴンとかタコマなんかも、こちらの車をベースにしているようなマシンとなっているので、本当にこちらの車興味のある人で、まあ、こう広い場所で走る場所がある方にはすごくおすすめできる車ですので、ぜひですね、こちら挑戦してみてほしいと思います。お久しぶりです。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、前回も、このマットワゴンとか、このタコまでいろいろお話聞いたんですけども、はい、結構僕からするとなんか日本に合うのかなっていう疑問がすごくあったんですけども、はい、結構最近やっぱ野良ラジとかが流行ってる影響なのか、なんかマットワゴン買いましたっていうツイートX のツイート見たりとか、あとタコマ予約しちゃいましたっていうのも結構ちらほら聞く上に、はい、この間ゴールデンウィークの時に、僕スーパーラジコン秋葉原店にちょっとミニッツ走りに行こうかなって言ったら、外人さんがファミリーで何人かでいて、まあ、ファミリーって言っても子供じゃなくて、もうちょっと年齢層が上のファミリーだったんですけども、普通になんか買ってるなって見たらタコマ買って持ってたんで、まあ、やっぱり欧米系の外国人の方だったんですけども、はいはい、まあ、外国人の方はタコマとかやっぱ買うんだなっていうのをすごく思って、そうですね、海外ではこれバッサー系っていうジャンルが結構確立されてまして、はい、まあ、日本はもうそんなにはないんですけど、気兼ねなく遊べるし、まあ、丈夫で壊れないですよね。あとやっぱりそのパワー系サンセルって、まあ、初めてやってみたんですけど、意外にまあ受けも良くて、そうですよね、まあ、2セルでも走りますしね。やっぱりサンセルリポーってもうまっすぐ走るだけでも、まあ、走らせる場所があれば、もう超気持ちいいですよね。う、うん、なんか途中からのうーんっていうかその加速感が、もう昔僕エンジンカーも一瞬だけちょっとやったことあるんですけども、はい、あれもただやっぱりこうまっすぐ走らせるだけでもなんかすごく音も楽しいし速度も速いし、はい、すごい楽しいなってあったんですけども、はい、このサンセル のこのもうコントロールするとかしないとか関係なくただただまっすぐが楽しいっていう車のこのタコマがいやすごいいいなと思って
の思ってる上がしかも結構売れてるんだなと思うのがびっくりして、おかげさまで、はい、まあ、日本はちょっとチャレンジ的な企画だったんですけどね、はい、まあ、アメリカが売れればいいかなと思ったら、はい、意外と日本も売れてます、完売になりました、ね、あ、完売しちゃったんですか、はい、ですよね、そうそうそう、なんかこの間も売れてたし、やっぱノララジイベントみたいな、なんか結構いろんなところでやってて、そこに持ってくる人がなんかすごく多いなみたいなイメージがすごくあって、僕はあの前にそういうイベントちょっと参加させてもらったんですけど、はい、結構なんかその品評会じゃないですけど、俺こういうラジコン持ってんだぜみたいなので、はいはい、すごいラジコン持ってくる方がすごく多くて、なんかその中のこれ一つで、やっぱこれが出てバーンって走るだけで注目浴びてたんで、やっぱこの2台はやっぱりそのノララジ会の中ではやっぱりその本命じゃないですけども、そうですね、まあ、持ってると言えた競技とかは関係なく、まあ、単純にこうラジコン楽しむ、はい、あのスピード出してこうなんていうんですかね、まあ、ストレス解消じゃないですけど、そうですね、まあ、走らせる気分が良くなるみたいなね、そういう面白さがあると思うんですよね。で、僕がその時出た時のが、このラジコンでサッカーをするっていうようなやつで出たんですけど、はいはい、これで出てた人がいて、いやーもう暴れ回ってましたそうですねで、まあ、今回最初これが出て、はい、撮影モデルでこれが出たんですけど、はい、なんかまだこれの新しいのが考えてるよみたいな、なんかあるんですか。そうですね、今そうですね、これが出て、その後これのキットバージョン、あ、キットバージョン、はいはいはい、まあ、オプションパーツを付属させてるんですけど、アルミダンパーとか、まあ、この辺のクラッチ、スリッパークラッチですね、あとモーターマウント、ホイールハブ、この辺のものがオプションが付いてます。きっとバージョンが出るんですね、はい、やっぱりキットで欲しいって人多いですもんね。そうですね、やっぱり自分で組み立ててみたいっていう方と、あと手持ちの、ね、プロポを使いたいっていう方多いですよね。日本はそういう方多いですよ ね、 そうですね。なんか海外の方は RTR のプロポでなんか走ってるイメージがなんとなくあるんですけど、日本はなんかやっぱコンピュータープロポで全部管理したいっていうイメージがすごく、はい、馴染みのプロポというんですかね、はい、使い慣れたものがいいっていう方が多いですよね。 RTR で買っても結局プロポを買えるならキットで出してくれよみたいなのがあるのかなっていうのがあって、うん、すごくこの2台はもう乗らなじっていうか、そういうのでは本当に持ってるだけでなんかこう優越感がある車なのかなと思って、やっぱその、見たの浜崎さんにもぜひ伝えたいなと思ってちょっと今見つけちゃったんでお話しさせてもらいました。はい、で、はい、それではこちらの方ですね、京商さんの、新しい車ダートクロスになります。こちらの方は前回ですね、まあ、前回というか過去にですね、こちらダートマスターといって、こちらはアルティマ RB5 ベースの 2WD の、オフロードバギーですね、リアモーターのオフロードバギーが、まあ、今までこうどうしても、2WD とかオフロードカーがこう初級のエントリーモデルから突然ハイエンドになってしまって、この中間の部分ミドルクラスっていうか全然ないなってなって、言ってた時にそのアルティマ RB5 というものをベースにして、まあ、ダンパーとかを樹脂とかにしてコストダウンしてこう発売するというもので、まあ、前回出たんですけれども、まあ、ダートで走らせる車ですよね。そしてそれの今回 4WD バージョンとしてこちらが登場しました。ダートクロス 4WD という名前で、こちらの方はレーザー SB というネーミングがついているようですね、はい、レーザー ZX という、こちら強称の、まあ、4WD バギー、世界戦とかも戦ってきたシリーズ、ずっとオプティマミッドからこうレーザーシリーズに、まあ、僕は高校時代にこう変わって、まあ、そのシリーズがずっと続いてたものになるんですけども、そのシリーズのベースにしたもので、まあ、こちらの方もいろいろな部分をこう樹脂に変えて、まあ、コストダウンをして今シャフトドライブの 4WD になっているものになっています。組み立てキットで価格の方が定価39,600円ということで、まあ安いとは言えないんですけども、最近のハイエンドバギーがもう10万円近くなっていることを考えると、まあ、初心者用のものとハイエンドのちょうど中間ぐらいのところでちょうどいいものが出てきたんじゃないのかなというふうに思います。はい、まあ、レーザーベースですので、はい、オプションパーツなんかもいろいろとあると思うので、こちらかなり注目されるんじゃないかと思います。
ここ見てください、ギアが何個ありますか、はいはい、これはもしかしてあれじゃないですか、ちょっと回してみましょう、はい、それではミニッツユーザーも大好きなハイテックさんの方にやってきました。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、ミニッツユーザーといえば当然充電器の方がお世話になっているんですけども、こちらの X4 Advance EX と X4 Advance Mini 2ですね、はい、こちらの方がもうエキスパートの人がもう優勝を狙っちゃうような人もこれを使っているということで、はい、本当にお世話になっています。ありがとうございます、はい、でそんなハイテックさんが今回新商品として、まあ、こちらの方ですね、はい、いろいろとあるんですけれども、はい、まず一番最初に紹介されたのはこちらですかね。こちらですね、はい、X1 AC プラス4というものになります。こちらはもう発売してるんですか。発売いたしました。4月27日に発売をいたしました。新商品になります。 X1 ということは、はい、こう1系統の充電ができるということだと思うんですけども、はい、AC がついているとそのままコンセントにつけられますということで、はい、あと何かこうここが特徴的なことですみたいな何かありますか。そうですね、モーター鳴らし機能が、新たに追加になって、うん、そこの部分がやっぱりこうミニッツのユーザーの方にもちょっと刺さってくるんじゃないのかなっていうところで、はい、そしてその隣に、触っても大丈夫ですか。もちろんです。この手のひらサイズのこれもう知ってる人はもう知ってると思うんですけど、これあのデカラジとかのリポバッテリーとかもできる充電器なんですけども、こんなちっちゃいサイズの、大人気充電器になっていて USB の充電入力でできるということで、はい、最近僕がファンタサーキットに行ってる時にリポバッテリーを充電してる人を見るとこれを使ってる人がものすごく多いというぐらいすごく大人気の充電器なんですけども、今回これの新製品になるんですか。こちらはそうですね、はい、はい、X1 ナノキューブというものがなんと置いてありました、はい、こちらの方は何でしょう、このアダプタが内蔵された、要は AC みたいな感じになってるっていうことでよろしいですか、はい、ということでこちらは USB を挿して使うみたいなんですが、こちらの方は 12V の方にコンセント挿してそのまま使えるので、この要はAC、USB のアダプタがなくても使えるということで、すごく便利なものになっているようです。これは基本性能は同じになるんですか？基本性能は同じになるんです。なるほど、なるほど。あと今基本的にそういう僕らみたいに電車で行く人は、はい、少しでも荷物減らしたいと思ってるので、そうですよね、はい、こういうものが別体になってると、あこれを忘れたとかっていう風になりがちなんですけども、はい、もうこれだとそういうことがないのですごく便利になるんじゃないかなというふうに思います。これもガガさんとのコラボモデルなんですね。そうです、うん、ガガさんとのコラボモデルで、犬の自動がないキャラクターのペリオン君をイメージしたカラーリングとなっております。なるほど、はい、すごく緩い感じします、ね、カラーリングが派手ではありますが、うん、一応僕も亀川流でやってるので、はい、イメージカラーがオレンジなもので、なんとなくガガって消して亀川流って書いたら僕のコラボになりませんかね。ちょっと検討させていただきたいですね。大丈夫です、冗談なのでという形で、はい、まあいろいろあって、実はこちらの方バッテリーの方もハイテックさん実は出していただいていて、まあ、こちらの方、まあ、僕らなんかはミニッツカップといって公式レースに出てる関係で、基本的にはミニッツのスピードハウスのバッテリーを使うんですが、こちらの方のバッテリーがすごくパンチがあるということで、はい、やっぱミニッツカップの電池のその電池を使ういつも状態よくこう維持するの結構大変なんですけども、こちらは本当にパワーがあるので練習用に使ってても、はい、そのミニスカップの本番ぐらいのパワーが出せるということで、最近これを練習用で使ってる人をすごく見るんですよね、はいはい、前回来た時にバッテリーが出ました、すごい興味あるでしょうって今日言われたんですけども、はい、その時はまだあまり使い道が公式レース使えないしなとか思ってたんですけども、はい、いざ発売されて使い始めるとこれを練習用に使う人がすごく多いので、うん、今までこれあるけど使い方分かんなかったっていう人は
ぜひ練習で使ってもらいたいですよね。はい、ぜひお使いいただきたいです、うん、はい。ただまあうっかり草レースの時とかにこれを使っちゃってずるいよなんて言われることもあったりするぐらい、はい、これはパンチがあるので、こういうものあると知らなかった人はぜひ使っていただきたいと思います、はいはい。ということでハイテクブーストさん実はもう終わったんですけども、お帰り際にですね、はい、なんか見慣れたものがあったんでターボレーシングがなんか置いてあったんですけども、これひょっとするとターボレーシングをハイテックさんが正規代理店か何かになったんですか？そうです、はい。すごい。今までなんだろう、アマゾンとかで本当に技適を取ってるのかどうかわからない結構代理店さんがすごく多かったんですけども、はい、今回正規代理店になったと。一番最初に発売された時にすごいやりたかったんですけど、はい、技適の通ったターボレーシングがなかなかなくて、もうできなかったっていうすごい苦労した思い出があって、で特に今回今置いてあるんですけども、はい、C50 のトレーラーも発売されたのは知ってたんですけども、はい、なかなかこう正規代理店がなかったので、まさかハイテックさんがさっき聞いたらここでのお披露目が本当初だということで、はい、もう全然びっくりしてる方多いと思いますので、これから結構ターボレーシングさん本当すごいものいつも発売してるので、さっきもドリフトも出てましたし、もう僕持ってますけども、はい、でこちらのトレーラーもラジコンやらない人でもトレーラーは欲しいっていう人もすごくいるので、はいはい、今後ちょっとこのターボレーシングの方のラインナップも期待してますので、結構こういうのが出ましたって発売してからいつ出るのかなってこう楽しみに待ってるんですけども、はい、ぜひ一刻も早く出していただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そのまま触られますか？触りたいんですけどもう時間の方がないんで、はい、ぜひ次回また機会があるときにお願いしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでなんとターボレーシングさんの、正規代理店も始めたハイテックブースさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあその時間なので帰りたいと思います ね、 あっという間に、あっという間でしたね。今年は本当あっという間でしたね。あっという間でしたねずっと忙しそうに動いてらっしゃいましたね。はい、というわけで外出てきたんですけども、はい、アンナさんこれ何ですか？これ多分、コルベットの C7R です。よくわかんないんですけど、これトランスフォーマーですか？です、ね、何なんですかこれ？トランスフォーマー何関係あるんですか？なんでしょうね、これトランスフォーマーズって鉢巻きついてるんで、なんかそういうカラーリングなんじゃないですか、うん。めちゃめちゃごついですね、これ。ごついですね。やばいですね、これなんか、でかいですよね。ここ深い、すごい深いです。これはすごいな。あ、そこに何か書いてありますね。これ本物ですね。トランスフォーマーズリンゴスポーツ。レースに参戦してるんですか、これ。40周年おそらくこれもうからです、ね、これから出るんですか。6月8日がスタートになる。すげー。これは何に似てるの？タカラトミーブースに展示中だったんですね。なるほど、すげー。あ、やっぱほら GT3 ってレース専用車両なんで、多分道楽で買うことはできないですね。ガチのレーシングがガチですもんね、はい、やばいですよねこれ、はい、すごいわ、うん、コルベットこの後ろがいいですよね、うんうん、いかついですね。なんかこういうの見るとホビー賞来たなって感じですね。そうですね。タカラトミーさんが用意したんですかね今回これは。っぽいですね、うんうんうん。でもカーボンって感じですね。すげえ。分厚いカーボン、いいんですね。すごい、なんか外に置いてあるんで、ちょっと触っちゃいそうになりますけどね。多分触ると怒られるんですけど。さっきドア普通にガチャって開けた。いいのって思ったんです。すげえ。うわ、すげえわ。もうすごいとしか言えないです。うん。なかなかレース行ってもね、ちょっと高いチケット買わないとこんな近くには寄れないと思うので、うん、あ、ルーフにも、そう、ルーフにもあるんですよね、はい、すごい。いや、これを、はい、アンナさんが塗るとしたら、はいはい、塗れますか？これなんかここら辺とかえらいことになってますけど、時間かければ多分やれんことはないと思いますけどできればやりたくないです
すごいですね、これも全部なってますもんね、はい、いやすごいものが見れました、はい、というわけで全てが終了しました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今年もありがとうございます。めっちゃ歩きましたね。めっちゃ歩きましたね、うん、で今回はですね、はい、割と一つ一つのブースで、はい、すごく時間を使ったというか、そうですね、うん、一人一人とすごくゆっくり話すことをしてきたので、はい、まあ、正直言うとあまりたくさんは回れなかったな。そうですね、全然回れなかったところもたくさんあるんですけども、でも一つ一つはものすごく濃いお話ができたんじゃないかなということで、そうですね、うん、まあ、一番最初に行った広谷さんのところのボディのお話はやばかったですね、はい、いきなりね、それ言っちゃっていいのと、はいはいはい、だいぶすごい悩んでますね、彼も悩んでる顔してうん、言っちゃえみたいな感じどうせもうバレるだろう、そう言っちゃえみたいな感じで、かなりぶっちゃけトークが出てて、はい、いろいろすごく僕的にも驚いたなというところがたくさんあったかなというところで、はい、まあ、今回は、まあ、タミヤの方でもちょっと僕の友達に来てもらっていろいろと話したりとか、あと青島ブースさんの方でも、はい、なかなかやっぱりキャラクターものが面白かったですね。キャラクターも、あ、そうですね、うん、まあ、それ以外にもいろいろとやっぱり簡単に作れるシリーズですか、ラクプラ、青島さんのラクプラシリーズ、はい、あれだったら僕にも作れるんじゃないかなぐらいに思わせてくれるようなシンプルでね、うん、のがあってすごく面白かったです、はい、あと何か面白いとかありましたか。僕はそうですね、まあ、充電器とかは見てきましたけど、まあ、ちょっと期待してたものはまだ発表されてません。なるほどまあ、という感じで、はい、まあ、正直言うと、はい、まあ、すごい超目玉みたいなものはまあなかったんですけれども、はい、 ね、それをなんか置いといても結構濃い内容だったんじゃないかなというふうに思いました、はい、そうですね、出てたもので何をどういう風に作ろうっていう風に今途中から頭回ってましたね、うん、ハイエースラッピングしたいんですよ今。あ確かに確かに、はい、いやどんなものができるのかすごい楽しみですよね、はいはい、まあ、でもまだ6月って書いてありましたね、はい、発売ということ で今出てたものはまだ完成品ではなかったらしくて、はい、中とかまだいろいろと結構あるらしいんですけども、はい、ね、うん、まあ、個人的にはあれを使って救急車作る人とか出てくるんじゃないかなとかと思ってるんで、はい、まあ、そういうのが、はい、X とかで出てきたらすごい楽しみです。疲れてるのも座ってしまったのエンディングになってしまったんですが、はい、静岡ホビーショー2024、今年もアンナさんと一緒に回らせていただきました、はい、アンナさんありがとうございました。ありがとうございました。また来年来れたらよろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします、はい、というわけで皆さんこれから一般公開いると思いますのでぜひ楽しんでください。